あ、そう、はい、わかりましたね。ご飯派ということでございましてね。そんなご飯派、ご飯派じゃないの？ご飯派ですよ。なんで知ってんですか？合いそうだもん。だって納豆とか入ってたら、だってそうですよね。パン派ですって言われたら逆にびっくりしちゃうね。納豆、納豆目かぶってきて、はい、パンに乗せないでしょ？パン乗せないですね。パンあんまり食べないですね。どうですか、あれ。じゃあ、さちゃんは何、パン派、ご飯派？あ、パンだよね、結局言ってんだから。あー、でもそう、コンビニのパンとかはダメです、うん、あー、いや、いい、あ、ちょっとパン屋さんのパンは好きです。できたての、袋開けるやじゃないですか、なんかあの瞬間。あー、わかるわかるわかる。なんか、なんで食べてんだろう、うん、なんで食べてんだろう、なんで食べてんだろうって、うん、開ける瞬間、メロンパンとかよくないですか、匂いが、あの袋パッて開けた瞬間に出てくる、あの、そうなんですかね、メロンパン、メロンパンじゃなくて、あのメロンが入ってるやつ、クリームで、あのオクラ、なんか色あるでしょ、色々ホットドッグみたいなサイズのパンあるじゃないですか、中にメロンが入ってるっていう、真ん中に思い浮かばない、ジャムとかイチゴとか。ああ、わかりました、わかりました。あ、はは、長いやつですよね。長いやつ、はい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 、よくないのとか。パン、パン難しいですね。ちょっと難しいね、はい、まあ、難しいこと話してないんだよ別に、はい、まあまあちょっといろいろ、はい、まあ、そうか、わかった。あと質問コーナーありますか、会場一人だけしかちょっと時間がないので急げばあれですけど、大丈夫、見てるだけがいいという方が。そうですね、はい、わ、はい、かりました。じゃあちょっと今後のね、あのそうコーナーも終わってお別れの時間になってしまいました、はい、イベント情報をお伺いしたいんですが、はい、あのセカンドシングルニコラ、今バックで変わっております、この最新シングルニコラの発売を記念した、はい、ツーショット写真撮影&サイン会、ツーショット写真撮影できちゃう、これ、はい、アップされたばっかりですけど、これをあの、来月6月8日です、6月8、6月8日の日曜日14時から、はい、タワレコード秋葉原店で、うん、ニコラはタワレコード秋葉原店でご購入の方に先着で参加券を配布ということで、はい、いや、これはツーショットを思い切ったあれですね、サービスですね。そうですね、そうですね、うん、どのくらいの人が来てくれるのか楽しみです、うん、来てくれるのかなって不安です、うん、いや、ちょっと私もこれ日にち合えば行きたいですよね。あ、ま、ぜひぜひこの格好で、この格好で行っちゃったら、はい、食っちゃいますよ2人を。困るでしょそれじゃ。うーってほら、はい、うん、だって後ろ来ちゃったら、何あの人みたいな感じで、はい、ね、そうなっちゃうもん、はい、そして6月9日翌日ですね、はい、6月9日ロックの日には渋谷デュオミュージックエクスチェンジでの女性アイドルポップスイベントに出演、うん、こちらはその他出演がハイパーヨーヨーさんとサバイブさん、はい、アイドルグループサバイブさんもお越しいただきました、この番組、生歌歌っていかれましたけども、そう、生歌歌ったんですよ、ね、あとスペシャルゲストとして中野婦女子シスターズを迎えてのライブということで、はい、そう、中野婦女子、これは花輪さんとかも来るんですかね、花輪さんでしたっけ、中野婦女子でしたかね、じゃあスザンヌさんとかですか、へぇ、違いましたっけ、あ、あの宇宙人の4人組、5人組のやつですか、多分そんな感じで、そうなんですか、6月9日楽しみですね、こちらも、楽しみですね、渋谷デュオですから、69です、06069、はい、渋谷デュオ、これがオープン18時、はい、スタート18時45分、はい、行きたいですね、これ、あ、来てください、いや、これ、いや、行けます、これ、はい、お願いします、ロックの日です、ロックの日は何曜日か分かんないですけど、月曜日ですよ、月曜日、はい、なんとか来たいですね、はい、午前中、ちょっと私、アナウンス学院ですけど、教えに行ってるんですよね、子供たちを連れて、詳しくはオデッセイですね、03-3560-3930、3560-3930、はい、どんなライブになりそうですか、これは、6月9日、ロックの日は。ロックの日はもう、なんていうんですか、もう初めてなんですよ、そんな大きい会場で参加させていただくというのが、芝居しますよ、いやー、どうですか、緊張しますね、なんかこんな豪華な方々が出るので、いやいやいや、もう全然。負けず劣らずですよ、これは。いけますよ、いける、いける、負けないように頑張るね、思い切って、負けてもいいです、負けちゃダメですよ、頑張ります、勝てますよ、この二人のキャラクターで頑張ります、はい、へへへへって、そして今月21日、はい、ね、そして今月21日にセカンドシングルニコラをリリース、こちらね、はい、全国レコード店で今、発売中です、はい、そして6月20日にも最新情報ですね、6月20日0620高円寺ハイで、こちらはこちらもこの番組でおなじみ、はい、アイナ美月ちゃんと一緒に出演ということで、またまた6月20日公演時、はい、はい、アイナ美月ちゃんと出演ということで、はい、こちらも楽しみです、はい、その他詳しいことは番組ホームページの下北 FM.com からもリンクしています、はい、では最後に世界中でラジオをご覧のリスナーの皆さん、そして会場にお越しのファンの方々にお一人ずつメッセージをお願いします。まずは、はい、ゆなちゃん、はい、新生バニラビーンズとしてリサこと頑張っていきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。うわー、もうメット見てる子最高ですよ、もう、あ、そうなんですか、これ、ほらほらほら、うわー、もう本当に
にすごい叩いてんじゃないですか。かわいいとこ行って、うん、はい、そしてはい、さちゃんまだ入ったばっかりで、はい、未熟なのですが、はい、これから成長していこうと思うので、はい、楽しみに見せてください。はい、頑張ります。楽しみです。はい、ではね、それでは次回も、はい、晴れた日にもよろしくお願いします。そうですね、いっぱい人集めましょう。頑張りましょう。たくさんお越しいただきましたけど、はい、では最後にこの曲を聴きながらお別れになります。昨年10月にリリースのデビューシングル、では曲紹介お願いします。せーの、バニラビーンズで You Love Me。 トマーキスポップチャット、今夜のゲストはバニラビーンズのレナさんとリサさんでした。ありがとうございました。声援の拍手お願いします。This is a worldwide radio station.